せ、ロッキンボシオンミューディア。この番組はアーティストオンエアファンタムメディアミューディアに音声プラットフォームボイシーの音楽雑談番組ロッキンボシーの出張版で本日もお届けいたします。本日のゲストは涙で心を癒すシンガーソングライター森森さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。森森です。よろしくお願いします。森森さんよということで、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ初めての方もいらっしゃるかもしれないので簡単にまず自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、神戸出身東京在住シンガーソングライターやってます森森です。よろしくお願いします。お願いします。今日はもう関西弁をガンガン出していきましょう。お互いに行きましょう。行きましょうぜひ、はい、森森さんが兵庫で私が奈良ということでね。はい、いいですね。近畿、はい、近畿勢でございます。近畿勢で、はい。今東京に来てから何年ぐらいになるんですか。そうです、東京に来て11年ですね。あ、11年。はい、ということは私と全く同じかもしれない。本当ですか。はい、私も関西から関東に来て11年です、はい、うわ嬉しいですね。これ嬉しいです。なので、あの、油断しない限りは関西弁が出ないで有名なお元気でございます。確かに間違いないですね、はい、今日はね出ると思うけどね。出ますね、はい、ということで、あの、まあ、早速ね、まあ、この番組はムービーグランプリの賞を、あの、受賞された方に、あの、出ていただいて、アーティストのこう、まあ、知らないところとかね、今まで話してこなかったところなどを深掘りさせていただいているという感じなんですけれども、はい、はい、まあ、今ね関東に来て11年ということなんですが、まあ、最初に簡単に活動のきっかけ、はい、プロフィールにも書かれてると思うんですけど、はい、うんうん、それがね、あの、地震だったということで書かれてたんですけど、ちょっと詳しく聞いても大丈夫ですか。はい、そうですね、僕あの当時、大学生で就活をしてたんですけども、はい、あの、その時にちょうど、あの、東日本大震災が起きて、まあ、それでこう就活をする中で本当にこれでいいのかなっていうので、あの、自分にできることって何かないかなって、まあ、発信淡路大震災を体験してるっていうのもあるので、そうですね、はい、うん、余計に、まあ、あの、まあ、家も全壊しましたし、うん、でボランティアに来てもらった人とかもたくさんいたので、まあ、幼稚園生ながらもちょっと覚えてたりとかしてて、はい、それでそう来た時に、いや、このまま、まあ、結構塾の業界とかコーヒー業界とか見てたんですけど、うん、いや、でもなんか本当に人のためにできることって何かなと思った時に、なんかこの、まあ、歌って言ってもね、この、あの、発表会とかそういうレベルですけど、あの、そこって、あの、喜んでくれる人がいたなっていうのを思い出して、うん、ちょっと音楽を本気でやろうかなっていうことで活動するために東京にまずは出てきたっていう感じですね。なるほど、はい。いや、でもあの地震はね、まあ、その時森森さんも関西にいらっしゃったと思うんですけど、はい、いました、ね。まあ、私も阪神大震災、あの、奈良ですけど揺れましたし、うん、うん、あの、東日本大震災も、ね、関西も揺れたんですよね、あの日。すごい揺れましたね、はい、覚えていて、うん、でもその時に就職活動で他の分野を見てたけれども音楽にってなったんですね、うん、そうですね、やっぱり、うん、なんかもっと大きい規模で人のためになることをしたいと思って切り替えたっていう感じですね、うん、なるほど、大きい規模で人のためにできることを何かしたい、うん、そうですね、はい、うん、それまではもともと音楽活動みたいなのをしてたんですか。そうですね、一応あの軽音部には入ってたんですけど、はい、大学の軽音部、初めは高校ですね、高校で、まあ、もともとテニス部だったんですけど、あの、テニスっぽい。あ、本当ですか。ちょっとテニスっぽい、はい、すいません。それで、まあ、本当にでもそのきっかけも、あの、テニスの王子様が流行ってた時に友達がハマってて一緒に入ろうぜって言われて入っただけなんですけど。いい、爽やかですもんね、森森さんね。なんか似合います、テニスが。ありがとうございます。もうそれで、でも、まあ、そんなそういう気持ちで言ったからかもしれないですけど、あの、腱鞘炎にすぐになっちゃって、あの、大変すもなんか痛いなっていうか、もうこれで続けるのもして嫌やなって思って、うん、まあ、やめたんですよ、高校で。はい、で、その時に、あの、なんか先輩がボーカルで、あとは同じ代で組んでたバンドがいて、先輩が、あの、抜けちゃうからやってくれないっていうことで、はい、あの、まあ、全然そいつの前で歌ったことなかったんですけど、なぜか言われて、で、あ、いいよということで軽い気持ちで、あの、1日じゃないや、1月に30分だけの練習だったんですよ。
一月に30分まあそれでなんか、うん、まあ、なんかちょっと指定校推薦でも欲しかったんで部活に入っておかないといけないみたいな、うん、っていうのがその学校ではあったので、うん、じゃあ一月30分ならいいやと思って入ったっていうのがきっかけで、まあ、それでまあ大学のサークルでもやってはいたんですけど、うんうんうん、まあ、でも本気とかじゃなくてゆるくっていう感じでそれがきっかけですかね、うん、なるほど。じゃあその時の、まあ、はい、ね、正直に今おっしゃってくださいましたけど、うん、まあ、指定校取れたらいいかなっていう自分は、はい、今のこのもりもりさんの活動っていうのは想像されてました、うん、こういう自分。いやもう全くですよね。本当にただの音楽好きで、まあ、カラオケ好きだったのは好きだったっていうのはあるんですけど、まあ、別に楽器弾いてる自分なんかまずは想像してなかったですし、うんうん、まさかっていう感じですね。まさかって感じですね、はい、でも今ね本当にたくさん楽曲も出されてますし、ファンの方もね、あのメディアのイベントも応援してくださって、いや、本当ありがたいです。本当、ね、たくさんの方をそれこそ元気に癒して、ね、くださってると思うんですけども、はい、はい、じゃあそんなねもりもりさん、今あのちょっとカラオケ行ったりみたいな話もさっきありましたけど、はい、初めて買った CD っていうのはこの、はい、ゲストの方に必ず聞いていて、うん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 、覚えてらっしゃいます？もちろんです。もうはっきり覚えてるんですけど、はい、結構他で言ってることもあるんですけど、はい、まあ、自分自身に買ったんじゃないな、まあ、うん、本当はの話なんですけど、うん、まあ、ポルノグラフィティさんのアゲハチョウなんですけど、あ、ええ、でもこれ自分に買った CD じゃないんですよ。お、じゃなくて親友がいたんですね、はい、でその人の誕生日にあげたんですよ。そのために買ったっていうので、まあ、実際自分で買ったのは、うん、Mr.Children さんの、Useful Days っていう曲で、まあ、そのアゲハチョウ、まあ、渡したのはいいんですよ、渡したので、うんうん、でも、まあ、もらったって多分お父さんお母さんに言ったんでしょうね、うん、まあ嬉しくて言ったと思うんですけど、うん、まあ、ちょっと固いというか何ていうか分かんないんですけど、もう CD をくれる友達なんかヤンキーやみたいなことを言われたらしくて、なんとなんと向こうのご家庭がねそうなんですよね、うん、まあ、確かに僕もその当時、まあ、まあ言ったらロン毛だったんですよ。はいはいはい、まあ、今ではまだ、まあ、今は短い方ですけど、うん、まあでもまあ学年トップクラスのロンギーだったんですよね。それは中学生ぐらい？僕小学生ですね。小学生でロンギーか。そうですね。その時代は少なかったかな、はい、もしかしたら。そうですね。でもなんかテレビで、うん、まあキムタクさんとか、はい、あと誰やろ、松岡充さんとか。はいはいはい。いうのが流行ってたので、まあ、多分それもあったんでしょうけど、うん、まあ学年に3人ぐらいいたんですよね。あ、そうなんだ。ロン毛がね。ロン毛がいて、まあ、ロン毛だったのもあったのも、うん、まああるのかもしれないですけど、うん、まあそんなヤンキーのこと付き合うなみたいな、関わんなみたいになって、うん、まあでも親友がまあ切れて、うん、んなことないんやっていうことを言ってくれて、まあ収まったらしいんですけど。うまあ、なんかそういうエピソードもあったりとかはしましたね昔。そっか、そうですね、良かれと思えてやったけどっていう、うんうん、こともあったんですけど、まあ、ポルノグラフィティっていうのがね、まあ、いい曲でしょ、うん、いい曲なんですけど、はい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 、まあ、もしかしたらね私より親の世代っていうのは、うん、こうネーミングとかでもねちょっとこうあ、まあまあそうですね、うん、はい、ポルノって言って、まあ、余計にっていう感じですね。そうそうそうあのね楽曲は知らないけどちょっと何これってね思ったかもしれない、はいはい、全然あるかもしれないですね。あ、いやでもお友達にねその親友に CD を送るっていうエピソードは、はい、うん、なんかほっこりしますね。そう、そこだけ聞けばほっこりするんですけどね、うんうん、まあ、ちょっと結構波乱万丈でしたねあの時はね。まあ、確かにね、うん、でも誰かに何だろう音楽を送るみたいなんて小森、うん、さんの中では結構当たり前だったんですか？いやそんなことはないですね。まあなんか歌うのは好きでしたけど、まあそう CD をプレゼントするとかはあんまりなかったですね。へえ、うん、まあ、親友だったからこそっていうのも、まあ、好きなものも知ってたっていうのもあったからこそだと思うんですけど、知ってたし好きだったし、そうですそうです、あ、はいはいはい、かっこいいね、かっこつけたらちょっとやられたという感じですね。ご自身ではじゃあミスチルの、うん、はい、
こう CD とか買ってちょっとこう、はい、弾いてみたり歌ってみたりみたいなのはあったんですか、その時は。一応ギターを中学生の時に買ったんですけど、アコギを、まあ、初心者のやつですけど、まあやっぱ好きなんでミスチルのバンドスコアとか買ったんですよ、うん、で何もわからんからバンドスコアを買っちゃったんですよね。もうバンドやらへんわかるわかるギターのスコア買わなあかんのに、ねうん、コードじゃなくてめっちゃ乗ってるやんっていうねバンドスコア買ったって、はい、あこの曲知ってるわと思って買って、うん、でもまずコードがわからないっていうか、うん、こうこう押さえて書いてるけどえこれでいいのっていうまず理論がわかんないというか、うんうん時点でやってしかもミスチルさんのコードバリムズイあちょっとね凝ってますねそうなんですよ、うん、だからあ無理と思ってまあ放置したんですよねギターをまず、うんうん、だからもう、うん、やめようと思って歌だけでいいやっていうことで、うんまあ、楽器にはもう本当に大学のサークルまでは全然触らなかったですね。あそっかじゃあ高校もボーカルはもうボーカル声だけっていう。そうですです本当にあ大丈夫大丈夫俺大丈夫って言ってもうあれを経験したんでもう無理無理と思って言ってました。そうなんですね、うん、その、まあ、歌が好きだったっていうのは、はい、なんか覚えてます？どうして好きだったのかとか。そうですねまあ多分一番の原因っていうかあれですけどは、まあ、姉の影響が大きいかなっていうのはあって お姉さん、まあそうですが結構まあ、その当時 MD とかカセットとか、うんはい、で、まあ、それをまあまあ、おのおのの部屋にまあデッキがあったんですけど、まあ、それで自分のとこに入れて聞いててっていうのであってほぼでも初めの方は姉の影響でまあそのアーティストもそうですけど、うん好きなアーティストも姉の好きなアーティストみたいな感じになってましたけど、うんうんうん、多分それが一番ですかね。なるほど。お姉さんが、うんまあ、こう弾いてるものとか気になったり。そうですそうです、うん、今でもお姉さんとはそうやって音楽の話したりするんですか？いやあでも最近は本当それこそめちゃ最近なんですけど、うん、まあ画像を載っけなければいいと思うんですけどはい、はい、僕その19の岡平健二さんがやってるライブハウスに2年ほど出させてもらってて、はいまあ、それで、まあ、上の事務所があるので、まあ、そこに健二さんがいるのはまあ知ってたんですけど、はいまあ、会うことはなかったんですよ基本的に、うんうんまあ、来られないしライブハウスにはってことで、はい、でも、まあ、一応ちょっとライブを休止をしたんですよ、はい、でその最後のラストライブもそこやったんですけど、まあ、たまたまなんかその台風今台風ですけど、はいはい、ね、まあでもそれぐらいの大雨の日だったんですよ最後の日も、うんうん、でちょっと早めに行ってたまたま出くわしたんですよ。おでえっと思ってちょっと写真一緒に撮ってもらったりとかしたんですけど、うんうん、まあちょっと SNS 載っけれないんですけど、うん、でその件でちょっとメールはしましたね。あまあ岡平健二さん、そうなん、好きなんで、そうあったでっていう話をして、まあ、メールをちょっとしたっていうのはありますけど。いやそうなんです。お姉さんどんな反応でした？いや19の人やんみたいな世代ですよねやっぱり。そうです、めちゃめちゃ世代で、まあ、頑張ってんねやねみたいな話をして、うん、頑張ってみたいなことは言ってもらいましたね。そうなんだ、うん、そうなんです。いやいいですね、なんかちょっと兄弟エピソードも聞けて。そうですね、本当にまあそういうことがないとあんまりメールはしないので、うん、タイムリーというかそんな感じだったんですけど。なるほどね、ありがとうございます。はい、まあ、そんなちょっとねギターを一回置いといた時期もあった森口さんなんですけど、はい、シンガーソングライターとして今、うん、まあ、いろいろ楽曲を作られていて、はい、それこそ初めての楽曲リリースっていうのは、はいはいはい、いつ頃になってくるんですか？そうですね、2020年に、ずっとギュッとという曲なんですけども、 MV と一緒に、うん、リリースというかさせていただきました。はい、それはどんな流れでこれリリースしようってなったんですか？そうですね、もともとそのクラウドファンディングで MV を作ろうっていうことで、うんうん、でついでに CD も作ろうっていうことで、うん、完成したんですけども、でその時ちょうどサブスクとかが、まあ、流行りだしたというか2020年、うん、はいはい、で結構話題というかそっちが主流になってきた時代だったんで、うん、
まあまあ CD ももちろんいいけどっていうことで、もうコロナが流行りだしたんですよね。そうですね。その時に、うん、だからもうちょっとツアーに行く年だったんですよ、うん、でもそれが行けないってなった時に、まあまあ CD もやっぱりこのあって買いたいっていう人が多かったので、うん、あの物販よりもネットよりもっていうことで、だからなかなかそう CD も届けられないっていうことで、うん、まあでも最近まあサブスクも流行ってるしなっていうことで、ちょっとリリースしようかなっていう感じでやりました。うんうん、なるほど。そっか、2020年ね、はい、本当に大変な一番、ね、そうなんです。年に、まあ、まさにこうツアーしようっていうところで、うん、うん、でもすごいですね。そこからクラファンもですし、リリースもって、はい、まあ、こうすぐに動ける方もね、もちろんいらっしゃると思うんですけど、うんうん、いやなかなかでもクラファンってとか、まだちょっと聞いたりするんですけど、そうですね。うん、森さんはあれですか、そういうのえいってやっちゃうタイプなんですか。やっちゃいますね。かっこいい。だから結構、まあ、思いつきでやっちゃうところはあるので、うん、まあ、もちろんその撮影で、まあ、出ていただいているモデルさんとかもやっぱりその事務所間の、うん、まあ、話し合いとかもあって期間とかギリギリになっちゃうことがやっぱ多くて、うん、発表とかもそうですけど、はい、っていうのもあって、多分こう聞いている皆さんからしたら余計にあと1ヶ月後みたいなことになることが多くて、まあ、結構バタバタさせること多かったと思うんですけど、うんうん、まあ、でもそれでもなんとか今までやってきてるクラファンは全部成功しているので、すごい、 ありがたいことで、それでまあ本当にミューディアの応援してくださってる方もたくさんいるんですけど、うん、はい、優しい方にちょっと応援してもらってますね。ありがたいことに。いやー、そりゃ本当魅力ですよね、もりもりさんのね。いやー、ありがとうございます。うん、なんかすぐやるとか、うん、うん、まあ、今もねこの話をしてるこのちょっと心地いい感じとかもすごくあるのかなというふうに思ってるんですけど。ありがとうございます。それこそそのファンの方たちからよく言われること、うん、例えば、うん、もりもり癒されるよとか、うんうんうん、なんかどういうこと言われることが多いですか。どういうこと、うん、魔王ですかね。聞きました、魔王。魔王エピソード聞きたい。まあ、でも、まあ、別に初めはそういうなんかそういうイメージの感じじゃないと思うんですけど、うん、まあ、やっぱりこの音楽っていうか曲を作ってるとやっぱ深夜の時間に活動することがまず多いので、はい、まあ、配信するにしても急に2時とか3時とかにつけたりとかするんで、うんうんうん、っていうのもあって、まあ、起きてる人は起きてるんですけど、うん、いつ寝てんのこの人みたいな感じになってて、まあ、夜は絶対起きてるよなっていう、うんうん、でなんか無性にこの土深夜にめっちゃ X ツイートするやんみたいななってて、うん、うん、はい、でもこの人は魔王やなっていう感じになって、はい、まあ、結構僕発言もはっきりしてるので好き嫌いも激しいというか、うん、まあまあ、常識には外れてはないと思うんですけど、ええ、結構言うことは言うので、うん、だから、まあ、それも含めて、まあ、魔王って言われてるのかなっては思うんですけど。なるほどなるほど、うん、まあ、深夜で、まあ、ちょっとこう、はい、まあ、魔王というか魔女というかね、なんかそういうイメージと、はい、まあ、はっきりものを言われるっていうところから、うんうんうん、でそれファンの方から普通に魔王って呼ばれたりコメントとか入ったりするんですか。もう全然されますね、もう。もうガンガン魔王様とか言われたりしますけど。ちょっと待ってください、最初の私ご紹介で、はい、涙で心を癒すシンゴングライターってご紹介した気がするんですけど。そうですね。ちょっとギャップが激しい。そうですね、そうのはずなんですけどね。はずなんですけど、まあ、でもライブとかで聞いてもらったら泣いてくれる方とかもいたりとかして、うん、まあ、まあそこはまああながち間違ってはないとは思うんですけどね。うん、うん、まあでもまあまあでも最近強めなのは魔王かなっていう。なるほど。はい、まあ、まさにギャップ萌えなところがあるんじゃないかなと思います、ね、そうですね、萌えだと嬉しいですね、うん、なるほどね、はい、今ねそう涙で癒すこちらも聞きたかったんですけど、うん、はい、このキャッチフレーズはいつ頃から使われてるんですか。そうですね、もうこれは本当にまあ、最近はそんな全面的に押してはないんですけど、まあ、特に初めの方にキャッチフレーズを考えようって思って、まあ、なんか初めの方僕結構失恋ソングが多かったんですよ。おお、失恋ソング。はい、今 MV にしてるのは全部明るい曲なんですけど、うん、うん、そうですね。だから、まあ、
それこそミューディアのね前のイベントでは勝てたらちょっと出演するにしようかなと思ってたんですけど、うん、まあまあまあそれはまた今度になるんですけどまああの結構出演ソングが多くて、まあ、悲しい曲が多かったんですよ、うん、でもファンの人になんか明るい曲も聴きたいねって言われてからまあずっとギュッととかできたりはしたんですけど、まあでもなんかそのやっぱりこの活動もちろんねこう震災きっかけっていうのもあってまあやっぱり根本的にはもう癒したいとかそういうところなんですけど、まあでもできる曲は結構そういう出演ソングとかで、うん、まああのまあでも結局涙を流せばスッキリするよなと思って、うんうん、だからまあ悲しい曲でも明るい曲でもなんかそういう聴いてまあどっちの意味での涙でもあのストレス発散でもなればいいかなと思って、と、うんうん、いうことで涙で心癒すっていうことをつけました。なるほどなるほど。まあこうデトックスしてもらったらいいかなっていう感じですかね。あ、そうですね。さすがうまいですね。さすがです。デトックスアーティストということでじゃあ。そうですね、はい。デトックスアーティストで。なるほど。でも裏の顔は魔王ということですね。はい。まあまあそう。まあ、裏かわかんないですけどね。表かもしれない。表かもしれない。そうですね。はい。はい、ありがとうございます、はい、なんか結構ね森森さんのいろんな面が今回も聞けたんですけれども、はい、次回は森森さんの音楽キャリアの部分をもう少し深掘りしていきたいと思いますので、はい、来週もお楽しみに。 K-POP、はい、